ジョンズ・ホップキンズ病院は、アメリカ合衆国、メリーランド州ボルティモアに位置する、ジョンズ・ホップキンズ大学医学部付属の教育病院、生物医学研究施設である。病院は1889年に、事前科ジョンズ、ホップキンズの遺産を使って設立された。この病院から生まれた、専門診療科も多く、例えば、ハーベー・クッシングが作った、脳神経外科学、 アルフレッド・ブラロックが創設した心臓外科学、レオ・カナーが創始した小児科学、児童精神医学などが挙げられる。ジョーンズ・ホップキンズ病院は世界で最も優れた病院の一つとして広く認知されている。病院は US ニューズワールドレポート誌で1991年から2011年まで21年連続でアメリカ合衆国一致の病院と評価された。 2016年から2017年版では、15の成人診療科と10の小児診療科で、同ランキングにランクインし、メリーランド州1位、全国4位の評価を得た。ジョンズ・ホップキンズの肖像ボルティモア出身の商人、銀行家だったジョンズ・ホップキンズは、1873年12月24日に、推計700万ドルの遺産を残して78歳で、亡くなった。 ホップキンズはこの遺産で、自らの名前を冠した、ジョンズ・ホップキンズ大学と、ジョンズ・ホップキンズ病院を設立するよう遺言した。当時、ホップキンズの寄付は、アメリカ史上最高額の特殊寄付金であった。人生の終焉を迎えるにあたり、ホップキンズは、ボルティモア出身の著名な人物を12人選んで、計画の実行人に据え、死の1年前に、ボルティモアにある、 ウルフモニュメントブロードウェイジェファーソン通りで囲まれた13エーカーの土地を病院建設用に譲り渡すとの覚書を信託者たちに送った。彼は病院について建築や配置の面でこの国やヨーロッパのどの施設にも引けを取らないものになるよう望み、信託者たちには病院サービスの質を保障し、最も高潔で最も優れた技術を持つ内科医。 外科医を確保するよう指示した。また最も重要なこととして、これが私の望みだと心の中へ常に留め置き、最終的に病院が、私が遺言込んで十二分に準備した、大学付属の医学校の一角を成すことを目的と、するよう言いつけた。患者のケアと教育、研究の両立を追求し、ホップキンズは、アメリカ医学の変革へ向かう基礎を築いたのである。 ジョンズ・ホプキンズ病院オクタゴン病棟の外観最小の病院建設計画は下界のジョン・ショー・ビリングス、建築デザインはジョン・ルドルフ・ニールン・ジーがそれぞれ担当し、建設はボストンの会社、カボットチャンドラーのエドワード・クラーク・カボットにより、クイーン案ン様式で行われた。病院は1889年に205万ドルをかけて完成し、感染症の拡大を防ぐため、 当時最先端の技術だった暖房、換気装置も導入された。新宅者たちは1889年5月7日の開業に合わせて、ビッグ4と呼ばれる腕利きの EC4 人を創設メンバーとして招聘した。この4人とは、病理学者のウィリアム・ h ウェルチ、外科医のウィリアム・スチュワート・ハルステッド、内科医のウィリアム・オズラー、婦人科医のハワード・アトウッド・ケリーだった。 1893年、ジョンズ・ホップキンズ大学は初めて女子生徒を受け入れた医学校の一つとなった。教学移行決定の裏には建設資金に用いられる予定だったボルチモアハイオ鉄道の株式が1889年の病院建設のみで使い切られてしまい、医学校を建てる資金が足りなくなったという経緯が存在した。 元々の信託者の娘のうち4名が、婦人団体として、女子生徒の受け入れを条件に、医学校開設に必要な資金50万ドルの寄付を申し出た。数回の話し合いを経て、信託者たちは女性たち4人の支援を受けることを決定したが、ビッグ4のウィリアム・ H ・ウェルチのみが反対した。結局ウェルチも教学科を飲むことになるが、後に、ある種の教学科の必要性は、 教育の品位を高めることでより明確になる。これは教育でも医学でも同じことだ私たちは教学科は成功だったと思っている。最初乗り気でなかったものも今では共鳴して好意的に受け止めていると書き綴っている。最初の内科部長となったオスラーは研修医制度を始めた人物と考えられている。病院は現在でも先輩医師の監督下で患者を診療しながら 専門診療科に関する発展した訓練を受けられる研修病院として活用されており、病院スタッフのほとんどがそういった研修医である。オスラーは医学部の授業がほぼ講義のみだった時代にあって、医学生にコースの初期から実際の患者を診察させるアイデアを導入した。オスラーの医学教育に対する貢献は、グランドラウンズと呼ばれる制度の創設につながった。これは、 先輩内科医に医学生の前で自分が直面した最も難しいケースについて討論させるという取り組みで患者、生徒双方に利益があるものだった。オスラーは墓石に刻むエピタフとして医学生に臨床教育の場を与えたとだけ刻んでほしいと述べたという。最初の外科部長となったハルステッドはこの病院で医学や外科学への貢献をいくつも成し遂げた。 例えば現代外科医療の根本である出血のコントロールや正確な解剖学実習、無菌状態での手術、初の乳がんに対する乳房切除術などである。他にも使い捨て、ゴム手袋の導入や甲状腺、胆管、ヘルニア、消化管、動脈瘤手術の開発などの業績がある。ハルステッドはアメリカ初の正式な外科医研修施設を発足させた。 人間でもある。ケリーは自らの専門分野である、婦人科学の発展に寄与した。彼は女性特有の病気に対する新しい外科主義を開発し、膀胱鏡をはじめとした多くの医療器具発明も行った。彼はがん治療に初めてラジウムを使った医師の一人である。ウェルジはウォルターリードなど当時の一流医師を数多く養成した。 彼はアメリカ初の公衆衛生学校をホプキンズに創設している。1912年、ダイヤモンド・ジム・ブレーデが22万ドルを寄付し、この資金を用いて、ジェームズ・ブキャナン・ブレーデ泌尿器科学研究所が創設された。眼科医のウィリアム・ホランド・ウィルマーは、1925年にウィルマー眼科研究所を開設し、4年後に研究所用の建物が完成した。 ウィルマーは1885年にバージニア大学で MD の学位を取得し、その後ニューヨークワシントン DC、そしてボルティモアで働いた医師であった。ジョンズ・ホプキンズ大学で成し遂げられた医学的業績としては、まず1966年にホプキンズ性同一性診療所で実施されたアメリカ初の男性から女性への性別適合手術が挙げられる。 次の二つの発見は、医学、生物学領域で広く応用できる大発見でもある。一つ目は、ノーベル賞にも輝いた、制限酵素の発見で、遺伝子工学分野誕生のきっかけとなった。二つ目は、脳内で自然産生されている、脳内オピオイドの発見で、これは、神経伝達物質の経路、機能研究交流に大きく寄与した。また、 ケラ細胞と呼ばれる、不死化した、世界初の人培養細胞は、この病院で治療を受けていた、ヘンリエット・ラックスから1951年に採取され、組織培養研究を行っていたジョージ・オットーゲーが、細胞株として樹立したものである。病院では、ポリオウイルスの3タイプが同定された。初のブルーベビー症候群手術は、下界、アルフレッドブラロックと、 ホップキンズ大学卒業生で、小児心臓学専門のヘレン・ブルック・タウシグ、外科技術士のビビアン・トーマスの手で行われ、現代の心臓外科学へ大きく、道を開いた。病院は、ジョンズ・ホップキンズ大学医学部にある60棟のうち、およそ20棟を使用している。全体では80の入り口が存在し、毎週8万人ほどが診療に訪れる。病院の収容数は1000床以上で、 1700人超の医師を含め全体で3万人以上が病院で勤務している。2012年5月にはキャンパスの大規模再開発計画に伴い2つの新たな診療棟が建設された。11億ドルがかけられたシャーロット・アール・ブルームバーグ子供センター棟と新しいシーク・ゼイドタワーの建設はこの計画の目玉である。メインのジョンズ・ホップキンズ病院に加えて 4つの関連病院と複数の外来ケア施設がワシントン・ボルチモア広域都市圏に存在するほかフロリダ州セント・ピーターズバーグには子供病院も存在する。病院は US ニュースワールドレポート市のランキングで2012年にマサチューセッツ総合病院に抜かれて2位に後退するまで21年連続でアメリカ合衆国1の病院と評価された。 2013年にはアメリカ一の病院の座へ帰り咲いている。2016年から2017年版ではアメリカ4位の評価をつけられている。ありがとうございます。